トマスハイユーバーハイ2012は団体戦によるバドミントンの世界選手権第27回世界男子バドミントン選手権及び第24回世界女子バドミントン選手権である。本大会は2012年5月20日から5月27日にかけて中華人民共和国国歌省部漢市で開催された。各グループ上位2チームが決勝トーナメントに進出する。 グループ A グループ B グループ C グループ D 各グループ上位2チームが決勝トーナメントに進出する。グループ A グループ B グループ C グループ D ハットバドミントンアジア2012トーマスウーバーカッププリリミネリーズ TOURNAMENTSOFTWARE.com2012 年5月22日閲覧 AB 第27回 トマスハイアジア予選会及び第24回ユーバーハイアジア予選会。日本バドミントン協会。2012年5月21日閲覧。ヨーロピアンメンズウィメンズチームチャンピオンシップス2012。t o u r n a m e n t s o f t w a r e c o m 2012年5月22日閲覧。2012トーマス ウーバーカッププリリミネリーズオセアニア。tourname.tsoftare.com、e、w、A R e.。2012年5月22日閲覧。2012タックパンナムプレリミナリー。tourname.tsoftare.com、e、w、A R e.。2012年5月22日閲覧。バドミントンアフリカ2012トーマスウーバーカッププリリミネリーズ。 t-o-u-r-n-a-m-e-n-t-s-o-f-t-w-a-r-e.com 2012年5月22日閲覧ありがとうございます。